ございます。なんかクレジットカードの、はい、不正利用の疑いがあるってことで、はい、そのメールが来てたので。かしこまりました。であのメールが届いてこちらにご連絡をいただいたということでございますね。はい、はい、ありがとうございます。では内容を確認させていただきますので、メールに記載がございますお問い合わせ番号が分かれば教えていただけますでしょうか。では大変失礼ですが、今お電話をいただいているのはカードのご名義にご本人様でよろしいでしょうか。そうです。はい、ありがとうございます。では、ご本人様確認のため、お名前を改めてフルネームとご生年月日を教えていただけますでしょうか。確認が取れました。ご利用いただきましてありがとうございます。はい、では一応確認をいたしますので、このまま少々保留でお待ちいただけますでしょうか。わかりました。はい、はい、ではこちらのカードのお取引内容で何件か確認をさせていただきたいことがございまして、はい、まずですね、お日にちが先日のお取引から確認をさせていただきたいんですけれども、はい、9月の4日のお時間が夜、22時52分ごろに eDreams 様というところで181,414円のお取引をお止めしているんですけれども、これはご本人様ご利用されようとしたものになりますでしょうか。いえ、全く身に覚えがないです。かしこまりました。ご利用はされてないということですね。はい、ではちょっと同じ加盟店様なんですけど、金額が相違して73,684円というのも、だいたい1時間後ぐらいにまた同じところのお取引があったんですけど、ではこれに関してもご利用はされていないということでよろしいでしょうか。はい、身に覚えがないです。あ、ありがとうございます。はい、では続いてなんですが、9月の5日の日のお取引で確認なんですけれども、はい、こちらが1,124円、セブンイレブン様でのお取引も今ちょっと止まってしまっている状態なんですが、それはこちらのご本人様ご利用でしょうか。それは はい、使おうとしたらカードが使えませんってなりました。はい、でございますね。大変失礼いたしました。ではですね、この9月4日の夜のお取引ですね、お客様はご利用覚えがないということでございまして、はい、第三者によって不正利用されている恐れがあるんですね。はい、でこちらもですね、不正使用の疑いということで申し訳ございません、一旦カードのご利用今お止めさせていただいている状態でございまして、はい、はい、それでセブンイレブンでの方のご利用もちょっと今できなかった状態となっております。申し訳ございません。いえ、はい、はい、ではですね、第三者の不正利用に可能性が高いものですから、これ以上ですね、このカードでのご利用というのがやはりできかねてしまいますので、はい、カードのですね、番号の変更ですので、再発行というご案内をできればこのお電話でこのままさせていただきたいんですけれども。はい、それは大丈夫なんですけど、はい、どういった時に、これカード番号は漏れているってことですか。漏れているというよりかは、この第三者によって不正に取得されている状態ですね、番号を盗まれている。はい、はい、で、あとはですね、番号をランダムに入力してヒットしたものを、悪用として使ったりという例もございますので、はい、ただどこが出元なのかというのはちょっと分かりかねてしまうんですけれども、はい、おそらくインターネット上でのお取引の際に、第三者からカードの番号を盗まれてしまっている状態でございます。あ、そうですか。はい、はい、で
そうですね、ちょっとどこかっていうのが分かればいいんですけど、ちょっとそこが分かりかねてしまうのでお伝えができないんですけれども、はい、はい、申し訳ございません。あ、いえ、分かりました。はい、はい、このままお時間10分少々いただきたいんですがよろしいでしょうか。大丈夫です。ありがとうございます。はい、ではちょっとご案内のためにこちらでもちょっと確認することございますので、申し訳ございません、もう一度だけ保留にしてもよろしいでしょうか。あ、はい、分かりました。はい、ありがとうございます。はい、はい、ではご案内の準備できましたので、このままご案内を続けさせていただきます。はい、はい、ではですね、今回このご利用覚えのないお取引なんですけれども、はい、9月の4日のこの181,414円に関しましては、はい、1件これ成立がしている状態でございまして、はい、弊社のセキュリティ止まっていないものになっているんですね。はい、ただお客様にご請求することはございませんので、こちらでこの分の請求に関しては停止をさせていただいて、はい、弊社の方で保証をさせていただきますので、はい、そちらに関してはご安心いただければと思います。あ、はい、ちなみにその18万円は何を買おうとしていたものでしたっけ。はい、あ、そうですね、この何を買おうとしてたかという商品名まではちょっとわからないんですけども、はい、業種としてはこの旅行代理店ツアーガイドというふうになっておりますので、はい、もしかしたら何か旅行の、チケット、はいはい、航空券のチケットとか、そういったものかとは思いますね。あ、わかりました。はい、そういうのを入手して換金目的ですね、お金に換えるというのも今多いものですから、もしかしたらその辺かもしれないです。はい、あ、こういったのって最近多いんですか。多いですね。特にお金に換金しやすいもの、家電製品とか、はい、コンサートのチケットだったり、何かテーマパークのチケット、航空券、こういったものはやはり最近は換金目的ということで、はい、悪用というものが増えております。あ、そうですか。はい、はい、あとは海外向けのサイトだったり、海外を経由しているサイトとかも、はい、結構多いものですから、セキュリティで強くかかって止まってしまうことも中にはありますね。あ、はい、はい、では、はい、9月4日もう1件73,684円に関しては、こちらはセキュリティでお止めしているものになりますので、はいはい、こちらはもともとお客様に請求としていくことはございませんので、ご安心いただければと思います。はい、ではこちらのカードでの最終取引について確認をさせていただきたいのですが、先ほどのセブンイレブンに関してはこちらにまとめてしまっている状態でお取引ができていないものですから、これを除きまして、はい、9月の4日の日に、加盟店が最後は、はい、多分マクドナルド行ったと思います。あ、マクドナルドでご利用されてますか。はい、それって金額って分かりますか。ちょっと加盟店の名前が出ていないものですから、それがこれなのかっていうのがちょっと分からないんですけれども、あ、金額はっきりと覚えてないんですけど、はい、多分2200円ぐらいだったような気がします。あ、ではこの9月の4日の16時ごろ、夕方4時ごろに2220円というふうに金額が出ておりますが、はい、大体このぐらいのお時間帯でしたでしょうか。あ、そうですね、はい、あ、かしこまりました。で、
その後何か他にカードは特に使ってはいらっしゃらないですか？多分使ってないと思います、はい、あ、かしこまりました、ありがとうございます、はい、ではですね、ちょっと何点か確認をさせていただきたいんですが、はい、最近何か不審なメールが来たり不審なサイトにカード番号などをご入力されたということはございますでしょうか？申し訳ございません、はいはい、では続いてなんですが、最近旅行や出張で海外に行かれたことはございますでしょうか？ないです。ないということですね、ありがとうございます、はい、では今回ですね、不正使用の保証手続きのために必要な書類を送付させていただくんですけれども、はい、こちらはお客様が今回の取引に関して関与していないということを申し立てていただくための書類となっておりますので、はい、お手数ではございますが、書類が届きましたらご記入いただきまして、ご返送していただくようにお願いいたします。はい。はい、ではその書類の送付先のご住所の確認をさせていただきます。私今からご登録のご住所を読み上げますので、こちらは、相違がないか確認お願いできますでしょうか？わかりました、はい、はいはい、では続いてでございますが、今後安心してカードをご利用いただくために現在ご利用中のカードを完全に停止をいたしまして、新しい番号でカードのご用意をさせていただきます、はい、で停止するカード番号を念のためお伝えをさせていただきますので、今そのカードをお手元にご用意していただくことは可能でございますか？あ、はい、はい、よろしいでしょうか？大丈夫ですか？はい、大丈夫です。で今回このお試しするカード以外に今 ETC のカードあるかと思うんですけれども、はい、はい、ETC はそのままご利用はしていただけますのでお願いいたします。わかりました、はい、はい、あと今回このお試しするカードで航空券やホテル、レンタカーなど何かサービスのご予約はされていますでしょうか？あ、いえ、ないです。あ、ないということですね。ではカードはハサミで切断をしていただいて破棄をお願いいたします。はい、はい、で続いてこちらのカードで携帯電話や公共料金、各種決済サービス、Apple Pay など何かご登録されているご利用はございますでしょうか？あ、多分携帯電話とか、はい、その辺、電気料金とか、はい、されているということですね、はい、かしこまりました。ではですね、大変お手数をおかけいたしますが、今回カード番号が変更となりますので、はい、カードが届きましたらお客様からご契約各社にカード番号変更のお手続きをお願いいたします。はい、はい、で、ご融資書面ウェブ通知サービスというものがあるんですけれども、はい、こちらはキャッシングやローンなどをご利用されたときに、そのご利用いただいた内容をウェブ上で見ていただく、明細にのサービスになるんですけれども、はい、これはご利用ってされてますでしょうか？通常の明細とは別のものになるんですけれども、多分してないと思います。されてないということですね、はい、はい、されている場合ですとちょっと強制的に解除になりますので、サイトの必要でございますが、はい、使ってないということであれば特に必要ございませんので、はい、大丈夫でございます。はい、はい、では新しいカードのご送付先でございますが、先ほど書類を送付させていただくご住所にご送付させていただきますのでお願いいたします。はい、はい、ではご登録先へ、通常ですと1週間から10日ほどでのご送付にはなるのですが、はい、できれば急ぎの方がよろしいですよね。あ、まあそうですね、はい、そうですよね、はい、支給で受けたまわれるカードでございますので、はい、こちらでは支給再発行ということで、はい、受けたまらせていただきます。はい、はい、では今回の件でもし追加で何か確認をさせていただきたいことがあった場合、お電話をさせていただくことがあるんですけれども、はい、その際のご連絡先としまして、何か携帯電話などのお電話番号を念のため教えていただいてもよろしいでしょうか？あ、はい、大丈夫です、はい、ではですね、先ほどのセブンイレブンでご利用できなかった分なんですけれども、これ何かもう別の方法なので済まされていらっしゃいますか？はい、現金払い、現金払いで。あ、されてますかね、はい、申し訳ございませんでした、はい、ではこちらに関してもちょっとお止めしてしまっているので、はい、請求としてはお客様に当たることはございませんので、はいはい、こちらに関してちょっとご不便をおかけして申し訳ございませんでした、はいはい、ではご案内は以上となりますけれども、ここまでで他に気になる点やご不明点はございますでしょうか？あ、大丈夫です。ありがとうございます。このお電話を持って完全に停止をさせていただきます。はい、で新しいカード
はお手元に届き次第ご利用いただけますのでお願いいたします。はい、はい、ではあの本日はあのお忙しい中お時間いただきましてありがとうございました。あ、いえいえ、はい、はい、では担当がありました。はい、はい、ではあの失礼いたします。失礼します。はい、失礼いたします。